こんにちは。今回は自動車税の対策の話ですね。で、車を売ろうと思って、よくラジオでやってるカーセブンとかラビットとかアップルとかガリバーとかビッグなんちゃらとか連絡してみたんですよ。そんで距離と、まあ、この11万3000キロオーバーなんですけど、あと傷と、あと年式を伝えるんですよね。まあ予想はしてたんですけど0円で、使えそうな部品外してホイール外して廃車準備完了ですね。で、必要種類はこんな感じですね。これから廃車屋上行ってきます。ちょっと最後なんでちょっと寂しいですね。あとはいくらになるのか、どういう風になるんだか、ちょっとその辺も含めて話聞いてきます。なんとか着きました。多分ここですね。場所が違ったみたいですね。なんかヤードっていうか、廃車が山になってるところだったんで、事務所は違う場所だったみたいなんで、そっち行ってみますね。着きました。こっちがちゃんと事務所があるんで、こっちっぽいですね。行ってきました。結構車両自体は1万円で買い取ってもらいました。なんか話聞いたら、バラして海外に持っていくとか、まあ、そういう必要な人のところに行くようですね。結構対応も丁寧で、税金のこととかも全部やってくれたんで、すごい助かりました。まあ、今回はこんな感じです。で、この間話していたカブと、あと N1 が来たんですけど、 N1 が納車して3日で事故っちゃって、まあ友達生きてたんですけど、生きててよかったんですけど、であとジャズが仲間入りして、この辺を直してツーリング行くような動画作っていきます。